痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。今回も美味しい作り方ご準備してますので、楽しみにご覧くださいね。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクを飲むと痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。3つあります。まず1つ目は、あなたの腸内環境が整う材料を使ったドリンクだからなんですよ。いろんなダイエット法ありますけれども、そもそも根本的にあなたが痩せ体質になっているかいないかでも全然ダイエットの結果が変わってきます。そこで大事なポイントは、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類が多くて、しかも元気いっぱいで、ここがポイントなんですけれども、いつまでもあなたの腸に住み着いてくれるかどうかがポイントなんですよ。入れても入れても出ていってしまったらダメなわけですよね。また逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌たちがいっぱい住み着いていれば、いくら善玉菌、痩せ菌が入ってきたところで負けてしまいます。ですからこのドリンクを飲んでいただいて、あなたはしっかりとその痩せ菌たちがですね、もう心地いいなあ、この腸内最高ってこう言ってくれるような、いつまでも住みたいよねって言ってもらえるような腸をやはり作ってあげることがもう大前提。ダイエットが成功するかしないかというのはもうここにかかっているんですよね。そして2つ目のポイントはこちら、代謝を促進してくれるからなんですよ。ここも大事ですよね。もう誰しもそうですけども、年齢が重なっていくとですね、自然と代謝が落ちます。そこでやはり運動してみたりですね、筋肉をつけて代謝を上げましょうっていうのも大事なんですけれども、代謝のもう全体のもう2割がそのまあ運動から来るもので、残りは別のところなんですよね。でそこでどこが大事かって、実は臓器です。内臓が代謝を司るっていうのがもう一番パーセンテージが高いんですよね。その内臓が弱っているとどうなると思いますか？もうあなたならお分かりですよね。代謝が落ちてしまいます。ですから運動ももちろん大事ですよ。運動もするんですけれども、それにきちんとそのあなたの臓器、特に腸と肝臓ですね、この2つがやっぱりいい状態でないと、もうどんどん代謝が落ちてしまって太ってしまいますから、そこもしっかりと底上げしていきましょうということ。なのでこのドリンクを飲んでいただいて、代謝を促進して、代謝を上げて、カロリーをとってもそもそもその燃えやすい体にへと変えていきましょうねっていうことになります。はい、そして3つ目最後のポイントはこちら、脂肪の蓄積を抑えてくれるんですよね。ここも大事ですよね。もういくらお体に良いものを食べたり、ダイエットにいいっていうものを食べたとしても、もともと溜め込んできた脂肪があるわけです。その脂肪をやはりいかに燃やして、もうどんどんデトックスできるかどうかが大事ですから、まずはもう太ってしまったなって、痩せたいって思ってらっしゃるようであれば、溜め込んできた脂肪をやっぱりそれ以上溜め込まないようにするっていうのがもう大事ですよね。しかも溜め込んできた脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があるのがこのドリンクの特徴なんですよ。それではここから2番目の項目ですね。何をということで、今回あなたにお伝えするリンゴ酢を使った痩せるドリンクのそれぞれが持つその材料の痩せ効果についてお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、もうベースはリンゴ酢をしっかりと使っていくんですね。冒頭1番でお伝えしたような効果がリンゴ酢には含まれているからなんです。まず脂肪燃焼を促進してくれます。そして基礎代謝がアップします。そのことで結果あなたは脂肪をつきにくくすることができるということなんですね。でまたここ血糖値の急上昇も
抑えてくれるのがこのリンゴ酢の効果のもう醍醐味といいますか、こことっても大事なんですよね。やはりなぜ太るかというと、太っているそのタイミングというのがあるんですよ。それが食事をとった時に血糖値が急上昇する時が太っているんですよね。その時にしっかりとですね、あなたのお体は脂肪をどんどん溜め込んでしまっているわけですよね。逆に言えば、そういった血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれることができるこのリンゴ酢を摂ることで、脂肪を溜め込む率がぐっと減るわけですから、ここもやはりダイエット効果が高いと言われている点になるんです。またよくご質問いただくんですけども、先生ってリンゴ酢買おうと思ったら、まあ、リンゴ酢がちょっとなくて他のお酢でもいいですかとかですね、または、まあ、今ちょうど黒酢があるから黒酢でもいいですかっていろいろね、皆様どうしようかなって考えてくださってコメントいただくんですけども、まずはですね、その腸活の観点とそしてダイエットというこの2つの観点からお伝えしますと、数多くあるいろんなお酢の中でもやはりリンゴ酢がおすすめになります。その理由は、リンゴ酢がお酢の中で一番この酢酸の働きが強い、大きいわけですよね。この酢酸の働きであなたの腸の動きがとっても良くなる、蠕動運動がしっかりできて、溜め込んできた老廃物便などをこうどんどんやっぱり押し出してくれて、すっきりとすることができるわけですよね。もう体の中の大掃除なわけです。大掃除をしたからこそいいものが置けますよね。ご自宅でもそうだと思いますよ。もうすっきりと断捨離した後っていかがですか。もう気分爽快って、もう心も体もこう軽くなった気がしませんか。やはりそれと同じで、腸内もしっかりデトックスしてあげることが大事。その時にこの酢酸がよく働いてくれるんですよ。もうありがとう、そんなに働いてくれてって、もう腸がお喜びするわけですよね。そして嬉しいのが、あなたの食欲もね、抑えてくれる効果があるんですよ。どうしてもね、やっぱりお腹すくと食べたくなっちゃいますよね。で、そのそもそも食欲をそのコントロールするホルモンが太ってしまうと、やっぱりおかしくなってしまうんですよね。ですから、そこをしっかりリセットしたい意味でも、このリンゴ酢を使ってあなたのその暴走する食欲をしっかり抑えてあげるということも大事ですよね。そもそもその食欲があなたのダイエットを邪魔しているものになってますから、そこもしっかり抑えていきましょう。そして最後です。むくみ改善効果も高いんですよ。カリウムが豊富ですから、このカリウムの効果を使ってむくみを改善していきましょうですよね。やはりもうタプンタプンでね、水分代謝がうまくいっていないと、せっかく痩せたのにもかかわらず見た目が変わらなかったりとか、体重もしっかりと脂肪は落ちている、脂肪は落ちているのに水分の代謝が悪いがために、なかなか体重が変わらないな、逆に太ってきたとかいうのは、あなたの脂肪が増えた体重ではなくて水分です。水分代謝がうまくいってないからこそ、その体重がなかなか変わらないとか、逆に先生また増えたとかね、ご相談いただくことクライアントの方からも多くあるんですけれども、安心してくださいねって、体脂肪率測ったらいかがですか、あ、減ってますって、体脂肪率は減ってるのに体重が減ってるってことは、それは水分もしくは便ですよねってお話をするんですよね。なので、あなたも体重だけにフォーカスして一喜一憂するのではなくて大丈夫ですから、しっかりと脂肪は減っていれば OK、 ただし水分や便が溜め込んでるがために体重が変わらないっていうのは、もうこれはやっぱりね、良くないですよね。そういった点でもむくみっていうのもしっかりと改善していくことが大切になってくるんです。では2つ目の材料の痩せる効果です。キウイフルーツになります。いかがですか、キウイフルーツお好きですか。私も大好きで、ゴールデンキウイと、グリーンのキウイそれぞれありますけれども、もしやはりダイエットにね、成功したいと思っていらっしゃるようであれば、おすすめはグリーンのキウイを選んでください。なぜかというと、ゴールデンキウイ、黄色いキウイはやはり糖度が高い、
のでやっぱり糖質が高いわけですよね。そうすると取りすぎてしまいますと太ってしまいますから、今はもちろん甘いのねお好きで美味しいっていう方多いと思うんですけれども、ダイエット中はやはり黄色い色よりもグリーン緑色のキウイを選んでくださいね。で、私こちら実は痩せるフルーツということで別動画でこのキウイについてもう熱く語っていますから、この動画をねご覧いただいた後にそのどうやったらそのキウイを食べて痩せることができるのかというお話を詳しくしておりますから、ぜひそちらの動画もご覧ください。で、こちらでは今回キウイをそのリンゴ酢のドリンクに使っていくんですよね。キウイってですね腸内環境を整えることができるんですよね。なぜかというと同時になんと2種類の食物繊維が取れてしまうんです。だいたい片方だけとかね、例えばごぼうであったりさつまいもみたいにもさもさしたのは不溶性が多いんですけれども、キウイはその不溶性と水に溶けやすい水溶性、便を柔らかくしてかさ増ししてくれたりとか、そうもさもさした方ですよね、しっかりとこう前頭運動が良くなってこう押し出してくれてデトックスってその効果が同時に得ることができますから、キウイフルーツでその効果もゲットです。そしてリンゴ酢と同様血糖値の急上昇もね抑えてくれるんですよ。なのでダブルでここ味方につけていきましょうね。またコレステロールを排出する力もありますし、こちらも同じです、むくみ改善カリウムが入ってますから、このリンゴ酢とキウイのダブル効果でどんどん綺麗に健康的に痩せていただきたいなと思います。では最後の材料の痩せ効果です。蜂蜜を使います。よくですね私が甘味料に蜂蜜をよく使うんですけれども、ご質問コメントいただくときに先生蜂蜜って甘いし太るんじゃないですか、私心配であんまり取らないように我慢してたんです、嬉しいですっていうねコメントをよく LINE やメッセージいただくんですよね。実は蜂蜜もポイントがありまして、もちろんピュアな天然のできれば国産の蜂蜜がいいです。そういった良質の蜂蜜というのは実はアミノ酸がたっぷり含まれている関係で脂肪燃焼効果が高いんですよね。もちろん取りすぎちゃダメですよ、カロリーが高いからですね。ただし適量であれば丸です。なので私は適量をいつも動画を通じてお伝えしています。であとは腸内環境もなんと整えてくれる効果があるんですね。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが喜ぶ餌となるオリゴ糖とかグルコン酸が含まれているんですよね。ですからやっぱり人工甘味料などではなくて、こういった天然の栄養価が高い甘味料を私は腸活の観点ダイエットの観点からはお勧めしています。そしてなんとポリフェノールもねたっぷり含まれていますから、このポリフェノールもこの脂肪燃焼効果が高いのでおすすめです。そしてなんといっても栄養価が高いんです。ですから痩せるためには栄養バランスが整っていないと絶対にね痩せることができないんですよね。それぐらい大事なんです。そうしないと痩せるために必要なホルモンがね作れないんですよ、材料がないからですね。だからしっかりと腸活メニューで栄養をとって腸内環境を良くしていけば食べながら痩せることができるんですよ。ではいよいよ3つ目の項目です。こちらどのように作るんでしょうかということで、今回あなたにご準備した美味しい痩せるドリンクはこちらです。リンゴ酢を使ったキウイのサワードリンクになります。でもちろんこれは原液ですからそのまま飲むレシピではないので、必ずお水で割っていただくレシピになっています。気をつけてくださいね。原液の材料はこちらです。リンゴ酢 250ml、 蜂蜜大さじ3、キウイグリーンを選びましょうね2個、そして天然水を割るときに使います 200ml、まあ、大体コップ1杯あたりですよね。でこの材料もとっても大事で、リンゴ酢ももちろん香料とかですね甘味料とかアルコールとかそういったこう余計な添加物が入っていないものを選んでください。純リンゴ酢と呼ばれるもので裏を原材料名チェックしていただきますと、国産のリンゴ果汁 100% のみ、これたった一つだけでできているのがおすすめです。もちろん有機栽培 JAS ジャスマークがついているものもすごくおすすめですし、有機栽培のリンゴ果汁なんか最高ですよね、無農薬で。そういった良質のリンゴ酢を選んであげましょう。また蜂蜜も先ほどお伝えした通り無添加の 100% ですし、
9位は今回ゴールデンのイエロータイプではなくてグリーンタイプを選んでいただきたいと思います。そうすることで糖度が抑えることができてカロリーも抑えることができるんですね。では次に作り方をお伝えします。その後に私が実際作ってる様子、実演動画をご準備しておりますので作られる時のご参考にしてみてくださいね。ではまず作り方です。保存容器、できれば瓶がいいです。瓶の保存容器、しっかり密閉できるものですよね。蓋ができるものを選びましょう。そこに先ほどの材料のリンゴ酢、蜂蜜、カットしたキウイ、まあ、適度にですね、あのサイズカットしてもらったキウイを入れてください。でそこで約半日常温でしばらく置いてあげた後に冷蔵庫で保存してください。で2つ目です。でこのままね冷蔵庫で放っておくわけではないんですね。1日1回冷蔵庫から取り出していただいて元気とかね、あの話しかけてあげてくださいね。優しい言葉を話しかけてあげるとすごく美味しくなるんですよ。もうこれ本当なんです。よくありますよね、こうバカ野郎って言い続けたものと美味しい美味しい可愛い綺麗ねとか言った方は全然腐り方が違うとか、みかん一つもそうですしリンゴもそうですけれども本当に変わりますから言葉の力って大事ですので、あなたのそのね優しい声で元気って声をかけながら振って一回こう軽くねくるくると混ぜてあの差し上げてくださいね。で約そういったのを1週間で続けてくださったら出来上がりです。でここでこの原液をね飲んじゃダメですよ。もう喉が焼けてうえってなりますからね、そんなことはしちゃダメです。しっかりとこれは原液ですからちゃんとお水や無糖の炭酸水で割って召し上がっていただくととっても美味しいです。でここでは天然水をご準備していただくレシピだったので天然水にこの原液を大さじ1杯入れてよく混ぜて召し上がっていただけたら丸になります。ではここから実際に作っている様子動画をご覧ください。どうぞ。
最後に大切なお話をします。飲む時の注意点ですね。これを守っていただくと痩せる効果がアップします。このことと逆なことをすると太ってしまいますから気をつけていきましょうね。でまず注意点です。もう私のおすすめはこのサワードリンクはもう常温かホットで飲んでいただくのがもうベストです。これからね暑い季節になってもクワッとこう冷たいものを飲みたいところなんですけれども、やはりそのような冷たいものを飲んでしまわれますと腸の動きがピタッとねやっぱり止まってしまう、動かなくなってしまうんですよね。もうやだって寒いって腸が言うわけですよ。もう働きたくないってなるので、やはり冷たいものは時々はねいいと思うんですけれども、毎日ガブガブとかも絶対にしない方が良いです。でよくご質問やねご相談がクライアントの方からあるんですけれども、もう先生って、まあ、私はそうでもないけど、もう主人がとにかく冷たいものが大好きでガブガブ飲むんですよ、だからお腹だけ出てますとかねおっしゃるんですけども、やっぱりそのご主人良くないですよね。そんなに冷たいものばっかり飲んでしまわれますとご主人の腸が動かなくなって、逆に悪玉菌たち、まあ、デブ菌たちが喜んでねどんどんそういったものを欲しがる味覚に変わってしまいますから、とにかくお腹を冷やしてはいけませんよってことです。特に腸ですよね。そして量です。1日あたりもいくらね痩せる体にドリンクと言いましても、飲みすぎてしまっては逆効果です。なので先ほどの原液は1日あたり多くても1から2杯までにしてください。大さじ1杯から2杯までがもう適量ですよ。それ以上多く飲んだとしてもそんなにね痩せ効果はなかったですというデータもあるぐらいですから、そんなに頑張ってね飲まなくても大丈夫です。そして特に胃がお弱い方っていうのは空腹時もうペコペコの時に急に飲んでしまうと胃がびっくりしてこう胸焼けみたいなこうえってねなったりしますし、良くない、刺激が強すぎます。なのであまりにもお腹ペコペコの時は急に飲まないようにしてあげてくださいね。 もしかもすごくこう薄めてもちょこっとの量であればいいと思います。そしてこれを飲んだ食直後ですね、直後にすぐ歯を磨いてしまったりされますと、やっぱり酸性のドリンクですからエナメル質がですね傷みやすくなってます、歯の表面の。そういった時にゴシゴシとかねシャクシャーとかしちゃうとやっぱり歯の表面を傷つけることにもなるので、だいたい飲んだ後30分後ぐらいに歯を磨かれると良いですから、まあ、できればそうですね、まあ食前お食事取る時にとか食中に飲まれるといいと思います。飲み方はそれぞれですし体調にも合わせて飲まれてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。